神事と人間事を同じように考えてはならぬ。人間とは感情ありて、怒り、恨み、嫉妬、喜び、感動、愛情。人間事については相手をよく見て対処せよ。神事とは世のため万物、己のため祈り、我々とつながり、共に歩むなり。神事と人間事を同時に考え、同等に考え、行動すると気が混乱する。神はすべてを認め、そなたらを包み込み、和合、愛の中で共に歩む。人間事は異なる和合、感情で動き、協調できるかにある。波長異なれど、まことに難しき異なり。わかるかのう。龍宮神様からのお言葉。はい、皆さんこんばんは。新間良吾の幸せの言霊のお時間です。8月9日金曜日、旧暦でも7月9日ですね。まあ、同じ9日っていうことでね、まあ、来週お盆になってくるんですけれどもね、お盆前の、まあ、1週間という形になっていますね。で、まあ、今日ご紹介した言葉、まあ、結構ね長かったんですけども、まあ、私のブログでは約2日間かなかけて前半後半という形で載せました。ね、龍宮神様の言葉だったんですが、まあね、龍宮神様がおっしゃることなんとなく分かったかなというような感じなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ね、まあ、祈る方っていうのは多いと思いますけれども、まあ、祈ってない方でも、まあ、当然何でしょうかね、まあ、お正月とか、まあ、神社とかね、まあ、仏閣に行って手を合わすわけですね。一年間よろしくお願いしますという形で自分の気持ちを神々様とかね、お伝えすると思うんですが、何て言うんでしょうかね、まあ、神事、ね、神様に手を合わせてるから、まあ、全てね、まあ、盤石というか安泰なんですよということもなくて、あとね、人に対してこう優しき気持ち、言葉をかけてるから安泰でありますよということもないんですね。要は、先のことっていうのは全くわからない。ということをね、考えながら話を聞いてほしいんですけども、まあ、先のこと分からないということは、まあ、占いとかね、先々どうなるよっていうのは、あくまでも予想なんですよね。こうなるっていうね、断言できることはないんで、ということは、今自分が変わろうと思ったら変われるし、変わりたくない、そのままでいいやと思ったら、その気持ちも甘いくっていうことをね、考えながら聞いてほしいんですけども、まず神事と人間事を同じように考えてはいけませんよと。まあ、人間というのは当然私たちそうですよね。まあ、感情があると、まあ、怒りがあったり恨みがあったり嫉妬があったり本当にいろいろありますよね。でね、またいいことで言えば喜びがあったり感情があったり、まあ、感情、感動ですね、感動があったり、まあ、愛情とかね、まあ、嬉しいな楽しいなとかね、まあ、そういったいろんなことが喜怒哀楽があるんですけれども、まあね、そういった感情でいる私たち人間、人間ごとにするときには、相手がどのような形で考えてるのかな、相手が自分をどういうふうに見てくれてるのかなっていうのをね、考えて対応すべきではないのかなっていうんですね。よく神事をしているとですね、よく間違えることがあるんですけども、神々様と同じような気持ちで、神様に祈ってます。世のため、万物のため、ね、自分のため、良き、まあ、日々になりますよとか、良き、一年になりますよとか、まあ、大自然が安泰でありますよとかね、地球が安泰でありますよ、南様が健康で幸せありますよって祈っている。だから同じように人間にもそういったことをしていくべきではないのかなというね、本当によくわかるんですけども、ただ相手っていうのは感情があるんですよね。この感情っていうのはみんな一人一人違うと、そのような自分のね、思い気持ちをね、相手に対して言っても相手はそれに対して理解してくれるのかなということなんですね。当然神々はこう言ってるんですよ。そのね、世のため人のため万分さを祈りますと、神と共に歩みたいって祈ると、神はああそうかと、あなたの気持ちはよくわかるよと、
じゃあ我々と共に歩むんだね、共につながって歩んでいこうという形で、ね、こう抱きしめられるというかね、こう包み込まれるような温かい気持ちになるんですけども、でも人間の場合どうなんだろうかと、いろんな感情出てくるわけですよ。そのような気持ちで対応しても相手はもしかすると、なんか裏があるんじゃないの、こんなして言うってことはちょっとおかしいんじゃないの、宗教じみてるんじゃないのとかね、そういったいろんなこの否定的な、あとはまあマイナス的なね、そういった発想を自分自身に与えてくるかもしれない。そうするとショックを受けるわけですね。でそこでね、神々様言ってるわけですね。相手をよく見なさいよと、相手がどういった感情を持っているか、どういった気持ちであなたのこの言葉、まあ、言霊を聞いているかっていうのをね、よく確かめなさいって言ってるんですね。まあ当然人間っていうのを話していると、あ、言葉っていうのがある、言葉にね、言霊がある、あ、自分のこといいように見てるな、いやちょっとクエスチョンマーク怪しいと見てるなって気づくと思うんですね。その辺の元の多くのね、こう直感力っていうのを養っていけと言ってるわけですね。でね、皆さんって言うんですよ、神様が。神事と人間事をね、同等に考えるなと、ね、ここで言ってきましたよね。行動するとね、気が混乱する、迷いが生じるってわけですね。神様と同じように、神々の気持ちと同じようにいろんな人間にやってるんだけども、与えた人間に対してなぜか知らんがマイナス的な否定的なことを受けてしまう、落ち込んでしまう、どうしてなんだろう、どんどんね迷ってしまう、疲労困憊になってしまう、ね、そうするとあっちが痛い、こっちが痛い、だるくなってくる、どうしてなんだ、そういうね気の乱れが起きてくるっていうんですね。だから神様はそういったことではないよって言うんですね。神っていうのは全てを認めていると、私たち一人一人が手を合わせている、祈っている、その気持ちに対して、あ、あなたはこうやって祈ってるんですね、よくよくわかりますよ、ね、和合ね、愛という和合の中で我々と共にねつながって生きている、よくわかるって言っておきますね。で、人間ごとはどうなんだと、異なる和合っていうんですね。難しいですね、異なる和合。和合っていうのは共に手を取って歩んでいく和合っていうんですけども、異なる和合、ね、異なるもの同士、感情があるわけですよね。それをうまくねまとめていく、一つの輪にしていくっていうね、難しいことをね人間というのを私たちやってるわけですね。だから私は思うんですよね、まあね、お盆前なんでいろんなこのね、まあ、テレビなんかでは沖縄のこう話とか、あとはね、まあ、本土で言ったらいろんな、ね、この幽霊話とかあると思うんですが、かえって人間とね幽霊を比べると人間が難しいですね。正直言って人間と癖があって難しい。でこういった幽霊の場合っていうのは、例えば人を脅かす、そういった幽霊に対しては、あなた方ねこれでいいのと、こういうね人を脅かしていいのと、神々がねどういった気持ちであなたを見てるかっていうとね、結構ね驚く幽霊もいるわけですね。まあ霊人もいるわけですよ。まあ中にはね霊人としてね人間を支えている人たち、こう勝つっていうね、しっかり戦果とね、こう気合を入れてくれる霊人もいるわけですね。まあそういったね、この環境の中、まあ見えない世界の中に私たちは生かされてはいるんですけれども、このような環境の中で人を見る、この人はどうなんだ、ね、違う異なる和合がある、ね、異なる和がある、感情がある、それをうまくね結びつけるというね難しいことを私たち人間はやってるわけですね。だから人間が一番難しいんですよ、ね、10人いてですよ、自分の気持ちを言う、でも10人みんなね捉え方が違う。で私思うですね、10人いて当然みんな違う、そうなんだと、そのうちいいじゃないですか、一人二人でもねあなたの言ってることが分かって理解してくれれば、残りのね半分はよく分からないのはいいでしょう、で残りの二人ぐらいは全くね認められない、これおかしい、それはそれでいいでしょう、だってみんな感情があって考え方が違うっていうことなんですね。でも同じようにね共感してくれる人が一人二人いるだけで、よかった安心しようっていうね、そういった気持ちになってほしいんですね。これは当然仕事のことでもそうでしょうし、まあ神事もそうでしょうし、まあね、いろんなこの自分たちが生きていく中でこの節目節目でねいろいろとあるでしょう。そういう時に自分と共に歩んでくれる人、考えが、ね、共に会う人とか理解できる人、そういった人のね話を聞いて、あと逆にね自分から話をして力をつけていこう、ね、それが人間語ではないかなと思うんですね。否定的なものに対してずっとねもう根を持ってもう苦しい、どうにかしてほしいって、ね、そこだけに着目するとさらにね
マイナス的な問題に起きてくる。それは体調を崩すってことですね。そうならないためにも、やはり人間ことっていうのは何なんだろうか、神事とはどういうことなんだろうかっていうのをね、考えていけばどうかなっていうことを言われてるわけですね。人間事、波長が異なるでしょう。まことにね、難しきことなりっていうね、龍宮神様がおっしゃってるんですね。まあね、本当の神々様が言うように、私たち人間ってのは本当に難しいです。親子でも難しいでしょう、兄弟でもね、難しいです。これ難しい環境の中で生きてるからこそ、何かをね、こう気づいたり学ぶチャンスがあると思います。そのチャンスって何なのかっていうのをね、また考えていくと、まあ、自分が言ってること、相手が言ってること、どうにかして、まあなんとなくね、こううまくいかん、どうしたらいいのかなとふと思うことがね、大きなこのなんかな、キーワードになってくるのかと思うんですね。相手が言ってることを全て否定する、絶対に折り合いつかないですね。まあ、人間の難しいところ、またいいところって何だろうというと、やっぱり喜び、感動、愛情ですよね。一つのものに対してものづくりをする、そしてね、ものづくりをしたのが成功する、やったーとね、嬉しい、ガッツポーズする、このね、みんなね、こう共感するこの瞬間っていうのがね、感動でいいんですよね。まあ、そういった人間というのは本当に大きな大きな喜びもあれば、逆のマイナス的なものもある。それがまた私たち人間というのは不思議な生き方っていうか考えなんでしょうね。まあ動物にはそういうのないにしろ、私たち人間っていうのはこう考える英知がある、まあ、生き物なんで、そういったことを考えながら日々ね、どうしたらどうなっていくのだろうと、今の行動はいいのかなとかね、そういうのを考えながら生きていくってことが大切ではないでしょうか。ここで一曲ご紹介します。
はい、今お届けした曲はスマップで世界に一つだけの花でした。はい、まあ8月もまあ9日10日っていう形でね、まあ中旬に入ってくるんですけど、台風が心配なんですよね。まあ9号はまあ先島、宮古、八重山か遠ざかって行ってるとはいいんですけども、この10号がね、まあ本州、まあ九州に行くのかね、どうかよく分かんないんですけども。ね、本当にまあ、本土の肉っていう形で、まあ、とても大きな台風なんでね、まさかねこういった巨大な台風がねこの本州というか本土に行く時代になったのかなっていうのがね、正直私も驚きなんですけども、まあ、自然というのは生きているんで、私たち人間がね、まあ、どのようなことを考えているかによって反応していくのかなと思うんですね。やっぱり共に共存して生きていくこと、それがいかにね大切かっていうのを分かる焦ってくれてるのかなと思うんですが、ただね大きな被害にならないように私は祈るだけなんですけどもね、どうかのお盆期間中になるのかな、台風が行くと思うんですけどね、もし当たった場合には、ね、台風に当たった場合には本当にくれぐれも気をつけて早めのね避難をね心がけるようにしてください。で次風の神様の言葉をご紹介していきます。お、人間から言霊が聞こえてくるぞ。払いたまえ、清めたまえ、磨きたまえ、光らせたまえ。良き言霊じゃ。心身の清め、結構なことじゃ。一つ言っておくぞ。己の心と己の周りへの集中し行え。気力の変化に気づけ。というね、風の神様のこの言霊なんですけども、まあ、おそらくですね、まあ、人間の中でいろいろとねこう悩んだり苦しんだり方がいたんでしょう、ね、払ってください、清めてください、ね、清めてこう自身を磨いてた、ま、磨いてください、光らせてください、まあ、自分を、ね、光らせてくださいって形で、ね、言ってる方がいるんでしょう。逆に自分を大事にしている人が、ね、そのような形に輝いてくださいって、ね、祈りの言葉を、ね、まあ、手を合わせている方がいたんでしょう。まあ、それについてね、この風に乗ってこの言霊がですよ、風の神様に響いたと思うんですが、本当にねいい言葉じゃないかと、そのような美しい言葉、ね、自分を大切にする、相手を大切にする、その言霊っていうのはいかにね大切か、今の世の中必要ではないのかなって言ってるわけですね。そして心身の清め、この言霊を言うことによってあなた方自身の心の清め、まあ、体のね調子も良くなっていくのではないのかなと。本当にね、結構いいことだよと。一つ言っておくよと。自分自身の心と自分の周りへいる、ね、皆に対して集中してね、このような言霊をね、語ってくれよ、言ってくれよって言ってるわけですね。まあ、語ってくれよ、言ってくれよっていう神様の言葉っていうのは、私たち人間が言うと、まあ、実際に口に出すとね、何なのって感じで思われる可能性があるんで、心でね思っておきなさいってわけですね。そのような気持ちでね、払いたまえ、興味たまえ、見飽きたまえ、光らせたまえっていうね、そのような気持ちでねいるんだよって言ってるわけですね。そうすることによって気が良くなってくるとね、体調も良くなってきますよね。で相手に対しても優しくなれるし、また良き波長でなるといいこともスーッとね訪れてくる。それをね、気力の変化に気づいてほしいっていうことを風の神様がおっしゃってるんですけども、皆さんいかがですか。これこんな言霊でそういったことがあるのかなとかね、言われる方もいると思うんですが、でも実際にね、こういうね正しき思いとか正しき考え、まあ、正しき行動をすると自然とそういった流れになっていくんですね。だからよく神様言うんですよ。常にね日頃から良き言霊、まあ、言葉で言うでしょう、良き言葉、ね、良き考え、良き行動をしていきなさいと。そうするとこの3点ですよ、この3点をすることによってあなたのこの、ね、気の流れも良くなるし、あと何て言うんでしょうかね、まあ、人との交流とか、あとね仕事もそうでしょうし、まあ、勉学もそうでしょうし、うまくいくんだよってことをおっしゃってるんですが、この逆をやった場合どうなるか、まあ、体調が悪くなったりとかしていくんですけども、これは神様言ってるわけですよね。で、霊人が言うには、正しいっていう言葉がつくんですよ。まあ、霊人っていうのは当然私たちより先に生きてね、亡くなっている方なんですけども、こういうことを言うんですよ。
人間、まあ、先ほどの言葉とね、竜宮神社の言葉と重なるんですけども、相手をよく見なさいよと。ね、マイナス的な、かなりマイナス的な人間と、どうしても接しないというときには、こう一線っていうのを、ね、引かんといけないよって言ったわけですね。一線を引くということは、ここまでは譲れる、ここは譲れないっていうね、それぐらいの気持ちでないといけないよ。すべてをマイナス的に受け入れると、あなた自身がとてもね、辛くなるでしょう。きつくなるでしょう。そうなると、果たして、このあなたのとても美しい、優しいね、愛を包み込む気持ちっていうのは、ふらふらするのではないのかなと。それだったら、一歩ね、距離を置くことが必要ですよってことを言ってるんですね。距離を置くってことは避けることではないんですね。自分自身を守るため、自分を取り巻く皆を守るためなんですね。そのような気持ちで接していくようにしてくださいということをおっしゃっています。ね、今の風の神様の言葉、皆さんいかがだったでしょうか。でね、まあね、若干時間があるんで、いろいろと話したいと思うんですけども、まあ、私もですね、まあ、沖縄県内とか、聖地とか、あとね、神社とか仏閣をまあね、回って手を合わせていることはしているんですけど、前も見てあるんですけどね、まあ、本土の方もね、ちょくちょく行かせてもらっています。やっぱりどうしても、ふとね、直感でっていうか、まあ、声が聞こえたりとか、映像を見せられたら、これはいかんといけないなと、いや、行かせてもらいますという気持ちで行くようにしてるんですが、中に、ね、こういった質問が来るんですね。今自分はある聖地から、ね、まあ、神社でもいいですよ、なんか呼ばれてるような気がします、行くべきでしょうかっていうね、質問がよく来ます。その時には私は、ね、行くようにしてくださいって言ったわけですね。行って何か道が開ける、まあ、今当然道が開いて絶好調の方でも、何かしらね、あなたに伝えたいことがあるっていうことで、あなたに何か映像を見せている、言葉をかけてくださってると思うんですね。その時には躊躇なく行くと。まあ当然行く時には、今自分の感情というかね、気持ちはどうなんだろうかというのを一回ね、解いてみてくださいね。解いてみて、あ、とても気持ちがすがすがしい、いいなってなったらすぐ行く。ちょっといまいちだな、ってなったらちょっと時間を置く。いや、全く、やっぱり違うなとなったら、まあやめてもいいでしょう。まあそのようなね、3段階に分けてみるっていうことも私はいいかなと思うんですけども、まあ、私の場合はこうじっとしてね、ぜひお願いとかね、言われるともう喜んでね、行かせてもらいますという形で行くんですけども、行った先々でまた行くと、あそこも行ったらどうかと言ったら、そこの神々様が呼ばれたりとしたら行くという形でね、やっぱり転々としていろいろと回っていきます。まあそのような状態なんですけども、まあ、年内の話するのはまだ早いと思うんですが、まあ、残りね、8、9、10、11、12か、まあ、5ヶ月ほどしかないんで、予定としては関西に今年あと2回行こうと思ってます。まあ、当然大阪、京都周辺。でね、東京に1回ないし2回、九州も1回ないし2回行こうと思ってます。本当はですね、山陰とか行きたいなっていうのが夢があるんですよね。なかなか沖縄からね、行くには不便な面があるんですが、まあね、大山とか、あと出雲も行きたいなとも考えてますね。まあそういったのは考えながら日々過ごしてるんですが、まあここ最近関西方面からの神々様からの、お誘いというか、そういったのがあるので、もう喜んで行かせてもらってるんですが、まあそのような形でね、もしも皆さんが何かしら気になるある神社の映像がふと浮かんだ、もう喜んでいくようにしたらどうかなと思うんですね。それをすると神々様もとても喜んでくださると思います。神馬良吾の幸せの言霊、お時間が来ました、ね、本日25分間話していったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか、ね、最初は竜宮神様の言葉、神事と人間事についてで、ね、後半は風の神様、ね、言霊について話していったんですが、まあ、今日聞いた神言葉でね、何かしら自分の魂に震えがあった、あ、なんか変わったっていうのがあればね、とてもね、
良かったと思います。神々様があなたにお伝えしたかった言葉だったと思います、ね、まあ、あと、ね、こういった言葉は、ね、どんどんお伝えしていきますので今後ともよろしくお願いします。あとね、暑いしまた台風も、ね、来週来ると思います、ね、皆さん本当に体調管理とあとね防犯対策しっかりしていきましょう。では最後に神言葉を言ってお別れしたいと思います。愛、真心、感謝、希望、勇気、和合、温かさ、相手思いやる心、ありがとうございます、嬉しいです、楽しいです、幸せです、絆です、ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。